ばんちゃんです。本日なんですけども、前回の動画の続きになりますが、こちらエムズブレイクさんの、ところで、お邪魔させていただいてます。で、前回の動画っていうのが、こちらのエムズブレイクさんの、まあ、インタビュー、させていただいておりますので、本当素敵なお話だったりありますので、まあ、まずそちら見ていただいてから、こちら見てください。ということで、まあ、今回の、お話なんですけども、こちらのエムズブレイクさんの社長さんの、こちら愛車と、こちら親友ヒデさんの愛車になります。こちらを、社長さんに、詳しく、語っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあ早速、じゃあ社長さんから、はい、いいですかね、お願いします。じゃあ前から、はい、じゃあ前からフロントからお願いします。とりあえずですか、足回りは、マーク2の純正キャスト、マーク2純正キャストにトレンチカット、あとは純正フォーク、純正ブレーキですね。で、そのまま後ろに行ってもらって、エンジンは1015のノーマルに、あとオイルクーラーが9段かな、それと FCR の35にキジマのフィンフィン野郎ですね。で、JMC の、ジョートバックステップに、これはフレンズさんのスイングアームですね。ウェザーにそっくりですけど、それと、あと東京鉄管、こちらあれですね、前回の動画でも見てもらいたいですよね。これですね、これが唯一無二、はい、この言葉大事ですから、足がオーリンズですね。オーリンズ結構な値段がするんですけど、あとは後ろのブレーキがノーマルの、あとマーク2キャストにホタルで、ここが重要です。18金サイレンサーちょっとひわいっすけど、ね、いや入っちゃうかもしれない、入っちゃうかもしれないで、まあ、上から見てもらって、このスマタハン、これはもう乗りやすくておすすめですね。で、鉄で作ってあるんで、クランプ部分から全部、自分の先輩が作ってるんですけど、もうおすすめハンドルですね。それをもう限界まで絞って、普通じゃ乗れないんじゃないかってぐらいまで絞ってあります。あとメーターがクラフト B さんで作ってもらって、まだ未走行なんですけど、つけたばっかりの280キロ、目標はこれを振り切るぐらい振り切るノーマルミッションじゃ出ないんですけどね、うん、カフェレーサーそうですね。で、そのまま後ろ下がってもらって、川口ヒートさんで作ってもらったタックローですね。今もう納期が1年近く待ちですからね。え、そうなんですか。はい、1年受注ストップ。あ、そうなんですか。はい、早めに頼まないと来ないってことだ。そうですね、あ、ストップとかもね、だから受けてもらえないんで、うん、これはたまたままだ3、4ヶ月ぐらいで作ってもらったかな。へぇ、これはこの仕様で乗ってます。これがこの大人っぽさあるのと、この遊び心あるゾックカフェです。こちらが東京鉄管のこのサウンドですね。まあ、こちらはちょっとこの後聞かせていただきたいと思うんですけど、はい、それはじゃあいいですか。はい、もういいか。あ、じゃあちょっと皆さん大注目の東京鉄管のサウンドですね。こちらちょっと聞かせていただきます。よろしくお願いします。極上のサウンドが来ましたよ、こちら。これ唯一無二のこのマフラーですからね。この唯一無二ってたくさん言ってますけど、こちらは本当この動画ですね、もう見てください、すぐ分かりますので、よろしくお願いします。続いてですけども、こちら親友ヒデさんのこちらの愛車の方も紹介していただけると思いますので、よろしくお願いします。すいません、フロントから前からで、はい、お願いします。同じ自分のトーンジーマーク2のキャストに
つ純正のローター、キャリパーで、これが自分のもついてるんですけど、たるみ製作所っていうところの、まあ、先輩が作ってる、スタビライザーですね。それに、まあ、純正のフォークで、オイルクーラー、同じ自分と同じやつですね。に FCR35、 あとまあウォーターニーとか入ってるんですけど、で純正のカバー類で同じバックステップ、これポイントです。うちでもう作ったら全部これ貼ってくんで、これから。あ、いいですね、はい、やっぱお店の宣伝もありますからね。そうですね、はい、もうみんな作ってもらったらみんながデモ車になる感じで、はい、はい、していきたいと思うんで、はい、よろしくお願いします、はい、で東京鉄管と同じ感じのオーリンズ、これも同じです。から後ろのホイールがマーク2とホタルと純正ブレーキで、これまた大事なポイントですね。まあこちらのサンダーアウトでちょっと聞かせていただきたいんですけども、はい、そちらはよろしくお願いいたします。であとは同じスマタハンなんですけど、スマタハンとあとこれも260km。カブレさ、これも振り切るぐらいまで、振り切るぐらいまで本人に頑張ってもらってそうですね。で一番本人がもう、はい、これは絶対こうしてほしいっていうのがこの色、はい、あ、はい、このターコイズブルーっていうんですけど、はい、12月生まれらしくて、はい、で誕生石がターコイズ、はい、はい、なんでこの色にしてほしいってことで、この色の、まあ、自分のいとこ車みたいな感じ で、はい、この、で同じデザインで色だけ変えて作らせてもらった感じ、はい、ただこの個性あふれるんですね。この思いが集まってますからね、はいはい、もうどこ見てもすぐ分かるような色ですね。 あと最後にあれですか、革口シート、はい、でこれが自分のとちょっと形が違うんですけど、はい、猫背っていう前に倒して、ここが熱いんですよね。熱いですね、はい、結構4本はなんかで藤森慎吾、ああ、乗ってますよね、はい、はあ、さんが作った猫背を、はあ、で Z にちょっとやってみようかってことで、はあ、作ってもらった。へえ。続いてなんですけども、こちら親友ヒデさんの、こちら愛車のちょっと東京鉄管サウンドを聞かせていただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。これもまたやばいですよ、油圧器ですかね。いきますよ、はい、では、紹介の方ありがとうございました。まあ、こちらのね、かっこよすぎるこのゾックカフェ仕様ですけども、まあ、こちらを見てね、いや俺も欲しいなと思った方絶対いると思うんですよ、これ。なんでちょっとよかったら紹介お願いしていいですか。はい、お願いします。こんな感じのゾックカフェといって作らせてもらってるんで、もし興味のある方は一度はインスタの方からでもご連絡いただけたらと思ってます。よろしくお願いします。はい、本当にお気軽にって先ほども言ってくださってるんですけども、はい、まずインスタグラムの概要欄の方ですけども、まあ、僕の概要欄に貼らせていただきますので、そこからお気軽にピッていただいて、ちょっとやり取りしていただくって形で、はい、いいよって言ってくださってますので、皆さんよろしくお願いいたします。あと結構あれですよね、こういろんなツーリングも行かれるんですよね。あっちこっち行くんで、まあ見かけたら気軽に声かけてもらって、はい、そのままじゃあ一緒に行こうよなんて。あ、それはナイス偶然になっちゃう。そういう嬉しい偶然もあったら、予定が合えば、はい、よろしくお願いします。ってことで、かっこよすぎるこちらのゾクカフェということで紹介ありがとうございました、はい、ってことで、ゆずめゆきさんのこちらインスタグラムのフォローと、バンチャンでのチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。
ブレイクさんのバイクにまたガラしてもらいます。